はい、まあ、昨日、おととい、先ほど言ってさ、北海道ね、行ってきて、で、今さ、いろんなことをさ、研究してんのね。でこの間も先週かな、広島のさ、宮島ってとこ行ってきて、で、今ね、うちでほら、城ヶ島とかね、下町のさ、いろんな開発やってるよね。でその中でさ、なんでこう、ね、すごい価値があるのになかなかそのさ、価値を見出してくれないのかなとか思ってるわけだね。ところがさ、ね、その間にうちのほら、スミディアクラとさ、城ヶ島住みやすいリゾートがミシュランに掲載されたでしょ。でね、ここがね、すごい重要なわけで、何かっていうと、この間ね、そのアイレムの総会の時に、総会の前の勉強会でね、ニセコのさ、ね、リゾートを売ってる人、ね、外国人がいるわけで、この外国人はさ、ニセコのね、開発をやっていて、で、リゾートマンションとか、戸建てとか売ってるわけね。で、それがさ、例えばリゾートマンションで今新築で7500万くらいで売ってるやつが飛ぶように売れてるわけで、また次にね、今開発かけていろいろやろうとしてるわけで、それでさ、その人に対するね、質問がまた面白いんだよな。その日本のさ、その、いわゆる札幌の不動産屋さんが質問するわけで、札幌でもね、7500万ったら結構な金額ですよ、ね、将来的に今ね、例えば中古だと、ね、もっと安くなってますよ。でそれで、ね、じゃあニセコのね、その山の中で いわゆるさ、ね、7500万っておっかなくないですかと、その分譲する勇気どこにあるんですかみたいなこと聞いてるわけよ。でさ、いや全然そんなことないよと、ね、もういろんな人たちがいて、別に富裕層だけじゃなくて、一般そんなにね、その所得の高い人じゃなくても、要するにニセコの物件を外国人が買ってるんですよと。でじゃあその外国人が買ってる理由って何ですか。いや、いいからですよみたいな、そんな話だよね。でさ、これね、いい、僕はね、今円安がどんどん進んでるわな。で外国人がどんどん来てるよね。でね、ここはね、すごいマーケットサイズがあるわけでね、日本人の感覚ってちょっと鈍いわけだよね。要するに例えば電卓でさ、不動産の価値をね、要するに評価する、まあ、収益還元価格っていうのは当然電卓で計算できるわね。あと市場のマーケットってキャップレートで計算できるよね。だけど問題は、彼らの求めというのはそうじゃないんですよ。要するにそこにいる快適性っていうことね。でその快適性が、要するに価値どのくらいなんですかってこと。分かりやすく言うと、ハワイ行くよね。でハワイも、まあね、昔よく勉強しに行ったんだけど、海が見える場所は高いわけ、ね、同じマンションで山側のやつは全然価値がないわけ。なんでかって言ったら、ハワイに行く人はね、海を見に行ってる、ね、海を見て楽しむための要するにリゾート地なんですよ。だから山が見えても、ね、楽しくないわけだから、海側の要するに不動産が高いわけ。じゃあその価値をね、じゃあ、平米いくらでさ測れますか。測れないんですよっていうことが、これからね、だんだん日本で起きてるわけ。例えば、この間ね、びっくりしたのが、葉山町のね、海に隣接する土地ずーっと売れなかったわけで、昔僕のところに来たのが、要するにね、坪60万なんだけど、ね、40万くらいだったら買ってくれませんかって言ってたんだけど、いや僕はちょっと勇気ないな、まあ、20万くらいだったら条件としてもいいかな言ってたわけ。そしたらね、売れたんですよ。売れた金額いくら60万なの。それでそれが今度転売されて、ね、でっかい敷地だよ、ね、要するに 一区画100坪くらいで、ね、坪あたり100万円ですよ。で売れてるわけで、それはね、何かあったら、じゃあ葉山のさ、ちょっと山の方だったら、まあ今どうだろうね、坪20万30万くらいじゃないの、三崎とあんまり変わらないくらい金額なのに、要するに海に隣接するとこは極端に高いわけでね。僕まあこの間ちょっとフェイスブックにも書いたけども、アマン伝説っていうのをね、ちょっと一通り読んだんだよ、人から勧められてね。それは何かあったら、終戦直後にね、進駐軍の人たちが来て、でその時にリゾートをね、要するに、別荘を作って外国人に貸してた人がいるわけで、この外国人に貸してた人の一人が今、ね、アマンリゾートのさ創始者なんだよな。世界中に高級リゾートホテルを作ってる人たちで、この高級リゾートホテルの要するに、根底にあるのが三崎の要するに山の上の別荘だったわけで、それをもとにしてアジアンテイストの要するに、ホテルをどんどん作って成功してるわけでね。高
いんですよ。あの俺ちょっと試しに泊まってみようかなと思って調べたら、に日本人泊まれる金額じゃないよね。でもちょっと泊まろうかなとかさ、少しね頑張っても、ね、泊まってみようかなと思ってるんだけど、いや泊まれるす あのあれじゃないですよ。 だけどね、あの世界のさ、要するにセレブの人たちはそこに泊まってるわけ。根底は何かっていうと日本人のサービス力なんですよ。でね、今ね、例えば成功してるね、あのビジネスモデルって考えたら分かるけども、じゃあディズニー、ね、リゾート、ね、どう、あれ日本に来た時に無理だろうなってみんな言ってたわけ、ね、ところが今ほとんどの遊園地のお客さんみんな取られちゃったね。で今度あれなんだ USJ だっけ、ね、ユニバーサルスタジオ、ね、ジャパンね、あれもう要するに半官半民で、ね、真似て始めたけどもうまくいかなかったわけ。ところが外資系の会社が入ってきてサービス力を向上したものと、ね、要するに見せるものの楽しさっていうことを教えたことによって急激に伸びたでしょ。要するにあの、ね、今日本の、ね、サービス業っていうものが、ね、要するにあの変化する時期なわけ。これね終戦直後と変わりませんよ。なんでかって言ったら、ね、今僕たちがあの三崎でね、要するにあの飲食店始めてミシュランに乗るっていうこと自体が要するにさ、もう、ま、奇跡なわけだ。だけど周りがそういう、ね、要するにあのサービス力がないから奇跡が起きちゃうわけで、これねどん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 これからね、あの欧米の考え方が来るような、そうすると僕たちはね、あのすごくチャンスがあるわけだから、あの、ね、海外で学んでくださいって言ってるわけで、今あの、ね、CPM 受けてる人たち今度ね CCIM も受けさせてくれってさ、酔っ払った勢いで言ったからしょうがねえな、じゃあ少し受けさせてやろうかなんていうこと言っちゃったから、ね、だけどお前物には順序あるよってこと、ね、要するにもう取った人、ね、CPM を取った人がいて、これが順番にねうちのグループの中で頑張った人を優先としてやっぱ CCIM 受けなきゃダメだよね、だから酔っ払った勢いで順位は決めないよっては言っといたけども、でもねだんだんそういうものがね日本に来るだろう。で今さ、ね、うちのPM の人たちがね、お客さんに言われます、ね、借りよう、ね、お宅なんでそんな高いの、高くないんだよ、全然、ね、サービス力違うでしょ、ね、あの今日も朝ね、僕来た時に、いやー、珍しい車走ってんな、思って、で、僕の車の前にいたんだよな、で、なんか派手な車だなって、で、目悪いからさ、近づいたら、あ、CM って書いてあって、ね、なんだ、うちの車だみたいな、ね、でもああいう車がさ、ずっとね、うろ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 、ね、巡回してるわけだろ。これオンサイトマネジメントっていう、ね、要するに世界ではそれ常識なわけだけど、日本ではオンサイトマネジメントができないからできる仕組みを作ったわけ。これ多分日本でうちが初めて作ったわけだろう。ってなると、ね、欧米でのサービスね、当たり前だけども手数料払って管理をお願いするわけだろう、ね、でそれとじゃあ自分で自社管理してる人たちもいるわけだけど全然違うわけ、もうダントツに違うわけだから、結局自分で管理する人っていうのはいなくなるわけで、今はうちはね、あの規模の理論で、あともう一つはね、知名度全く違うでしょってこと、ね、でそれでそうすることによって、ね、あのだんだんね、これから占有率上がってくるわなと、ね、日本で一番なんだから、だからここをね、もっと、ね、あの深く掘り下げていくと、欧米型のサービス力を使う、ね、要するに有効に活用した日本の不動産業なんてないんだからさ、ね、ないんだから、わかる、ね、唯一無二なわけ。ね、あの要するにさ、うちしかないわけ今んとこね、だからここは自信持ってやってくださいってこと、ね、あともう一つ相続対策もそうだな、今度 M&A もそうだ、ね、うちしかやってないじゃんそんなこと、ね、税理士雇ってる不動産屋さんそんなにないでしょってこと、でそれは何かって言ったら、ね、あの要するに、うちがねダントツである理由なんですよ、そこが。だからあのここの部分をもっと補強するってことで、あの僕はね、飲食店っていうのは非常にねサービス力を要するにさ求められる職業だなと思ってるわけでね、僕ねちょっと今度ね営業の研修もうちのねあの飲食店で少し働いてみるとかねいうことやらした方がいいんじゃないかなと思ってるわけ。なんでかとダイレクトに評価されるわけ、何お前その態度見たの、軽く言われちゃうからね、ダメだとね。だけどうちの会社はそういうことないじゃん、ね、でね、要するに人から評価されるって何かあったら、ね、評価は自分でするんじゃなくて人がすることだから、ね、うちの会社もそうだよね、要するに自分が自己満足でいろんなこと言ったってしょうがないことだろう、ね、周りから評価されてうちはその評価が積み重なってるってこと、これはね時間軸で変えるもんじゃないんだ。だから今ね積み上げてるものってものをどん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 補強していくこと、ね、これが一番大事なことだから、まあ、ぜひね、ね、サービスっていうものねに関する概念、ね、それってものが今崩壊してるから、だからうちはその概念をもっと推し進めること、ね、大事なことだと思うよ。まあ、ぜひね、そういう意識を持ってやってもらいたいと思うね。お願いします。以上。